ここで1点を返したいホークス。インサイド球の切れはどうですか。あ、まあ、今日はいいんじゃないですかね。これがもう少し低くいってね、膝元にクロスしていけばもう完璧なんでしょうけどね。右に持っていってフェアかファウルか。フェア。ホンダが帰ります。そして今クッションボール処理を誤っている。内川は思うように右の伝棒痛めて走れないが2塁ストップ。記録がワンヒットワンエラーと出ました。簡単に打ち返しますよね。なかなかインコースの球っていうのは内川の場合空振りしませんからね、はい、空振りをさせるんであればやっぱりちょっと形を崩れたチェンジアップの方が良かったのかなという。完全に遅らせてますから ね、はい、ヘッドをね。ライト線に持っていきました内川。そしてこのボールをちょっとライトの木村が後ろに反らす間に内川が一旦は一塁止まったんですが、はい、二塁まで行きました。